先日この豆リハブルーに指を噛まれました。この止まり木から私の手に乗せる時でした。右手の人差し指をガブリ指を噛まれることはこの豆リハブルーの飼育の始めからあらかじめ懸念されていたので、私もいろいろ対策をしていました。しかしその対策のことをすっかり忘れ、ぼーっと手を出した時に結構強く噛まれました。出血はもちろん、完全に治るまで1週間はかかりました。ではなぜこうなるべくしてなったのかを、2022年4月1日にアップした動画でご説明します。2022年4月1日アップ、その鳥、凶暴につきの抜粋。なお、動画の中の鳥は今回の豆リハブルーではなく豆リハグリーンですが、行動は基本的に同じです。このシーンをもう一度ご覧ください。体が小さいからなのか、行動をするときにはくちばしを起点にする癖があるように感じます。給餌以外のとき、豆リハに私の手を出したときでも、まずくちばしを支えにし、手につけてから手のひらに移動してきます。もし豆リハをショップで見かけて店員さんに出してもらったとき、万が一真っ先にくちばしがあなたの手に向かってきたとしても、それは体の構造上仕方ない行為だと思ってください。そしてその鳥を購入し餌の給餌の際に、今の過去動画の中でも試験を入れていましたが、移動するときにはまずくちばしが先に動く構造だと私は認識しています。ですから手に乗せるときも直接豆リハの前に手を出すのではなく、手に乗るタイミングをずらすために一旦出した手を途中で止めてから出す。こんな変則的な方法をとっていましたが、指を噛まれた日にはその変則行動を取らなかったため、指を噛まれたということです。ちなみにウロコインコが手に乗る場合です。このように最初にくちばしが来るのではなく、足が最初です。ですから手に乗せた時に指を噛まれる可能性は低いです。対策前と後。まず対策前、指を噛まれた時の手の出し方です。この時は指を噛まれないかとビクビクしながらの再現です。豆リハグリーンと私の指が触れる最初の部位はくちばしということが見て取れると思います。指を噛まれた日はこのくちばしの動きがこの時より強くなり、ちょうど噛みつくタイミングになってしまったのだと思います。この日は噛まれなくて超ラッキー。考えました。そして考えました。もっと考えました。いっぱい考えました。あ、そうだ、鳥の下から手を出すからそこを視点に動くんだな。じゃ手を上から動かせばいいじゃね。グッドアイディア。とにかく豆リハブルーが最初に触る箇所をくちばし以外にする、このことがポイントだと思い考えました。ただ一つの懸念材料はというと、自然界では概して小さい生き物は非食者。このような非食者は捕食者から逃げるために上からの動きに対して敏感で、この豆リハブルーの場合も上から私の手がやってきたら逃げる、そうしたら今回の計画もやり直しかも。まあやってみましょう。私の腕を情報にかざすと、豆リハブルーは何と上を向き警戒態勢。捕獲成功。上部からの動きに対して警戒態勢は取るものの、逃げはしませんでした。別角度で見ると一瞬くちばしを上に向けますが、私の手が近づくにつれくちばしを下に下げます。そしてそのくちばしは止まり木に接触します。つまり私の手には触れない、すなわち噛まれないということです。これで私の指も大丈夫。うっしっしー。